ジェームズ・ポール・ムーディはタイタニック号の6等航海士、同船の沈没事故で犠牲となった唯一の下級航海士である。イギリスに生まれた彼は航海士として一流の教育を受けた後、最初の頃はホワイトスターライン社のオセアニック号に乗船していた。タイタニック号が氷山と衝突した時、当直だったムーディは一等航海士のウィリアム、マクマスター・マードックと共にブリッジにいた。 見張りから前方に氷山があるとの連絡を受けたのも彼である。衝突後は救命ボートへ乗客を誘導した。同僚は何度もボートへの乗船を誘ったが彼は最後まで断り続けて船と運命を共にした。ジェームズ・ポール・ムーディは1887年8月21日にイギリススカーブラでジム弁護士だったジョン・ヘンリー・ムーディと妻の エブリン・ルイス・ラミンとの間に4人目の子供として生まれた。ジェームズの名は地元で有名だった祖父のジョン・ジェームズ・ポール・ムーディにちなんでいる。ローズベリー・ハウス・スクールを経て1902年から王立海軍の士官候補生として航海練習船コンウェイに乗船した。彼は1903年まで2年間コンウェイに従事したが、この経験は彼の二等航海士認定に必要な。 航海経験として加算されている。1904年、ムーディは、ウィリアム・トーマス・ライン社所有の船舶であるブーディカに、航海士見習いとして加わった。ニューヨークへの航海では、見習い仲間が自殺するほどのひどい嵐を最後まで耐え抜いた。この航海の後に二等航海士となったムーディは、蒸気船や貨物船、輸送船などの乗船経験を積み、一等航海士の資格を得る。 1910年には、キングエドワード7世公開学校へ短期入学し、通商委員会の試験に合格、公開市長となった。1911年8月、ホワイトスターライン社の客船オセアニック号に六等公開市として乗船。1912年3月には、客船タイタニック号の六等公開市に任命された。夏場は、大西洋を航行する。 オセアニック号に乗る心づもりだった彼はこの人事に戸惑い休暇を申請したが却下され運命の船に乗船することとなったムーディたちが最後まで展開しようとしていた英語ボート沈没事故から約1ヶ月後かつてムーディが乗船勤務していたオセアニック号によって発見された1912年3月ムーディは他の下級航海士と共に 3月26日にリバプールのホワイトスターライン社へ来るよう要請された。彼はそこからベルファストにあるハーランド・ウルフ社の造船所へ移動し、タイタニック号に乗船した。ベルファストを出港したタイタニック号はサウサンプトンに向かい、そこで多くの乗客を乗せた。彼の6等航海士としての月収は約37ドルほどだったが、 その発給の埋め合わせとして使用できる船室が割り当てられた。タイタニック号の初公開日である4月10日、動船が安全基準を満たしていることを通称委員会に示すため、後藤公開士のハロルドローと共に、右営側の救命ボートを2層下ろした。また、彼は乗船用のタラップを閉鎖する役目を担っていた可能性があり、遅刻した6名の乗員を締め出したことで、 結果的に彼らの命を救った。航海における、ムーディの当直は午後4時から5時と、朝夕の8時から12時までであり、タイタニック号が氷山と衝突した4月14日の午後11時40分、彼は一等航海士のマードック、四等航海士のジョセフ・ボックスホールと共にブリッジにいた。間もなく、前方に氷山を発見した見張り係のフレデリック・フリートは金を三回鳴らし、 ブリッジに電話をかけた。その電話を受けたのがムーディである。ああ、何が見えるフリーとトは叫んだ。前方に氷山だ。乗客の避難が始まると、ムーディは9号、12号、13号、14号、16号ボートへの異常を指揮した。14号ボートへ乗客を誘導していたとき、後藤航海士のローは航海士も救命ボートに乗り込むべきだと提案した。 乗客を誘導中の14号ボートか16号ボートのどちらかに同乗し、指揮を取る必要があると考えたためである。ムーディはその役目を牢に譲り、自身は船に泊まる覚悟を決めた。その決断が彼の運命を決定づけた。ムーディは右舷に移動し、デッキに水が来るまで右舷側で指揮を取っていたマードックに手を貸し続けた。ムーディを最後に目撃したのは、 ランプ係のサミュエル・ヘミングである。彼によれば、沈没の数分前まで折りたたみ式の救命ボート A 号を展開しようと、アクセントをしていたという。右限のマードックやムーディと同じく左限の折りたたみ式ボート B 号を展開していた二等航海士のチャールズ・ライトラーは、ムーディは同時期に私の近くで立っていたに違いない。彼は、 右限の船尾の上の方で折りたたみ式ボートの後方を担い、マードックは釣り縄で作業していた。そうだとしたら、我々は共に海中へ引きずり込まれたのだ。と最後の瞬間を振り返っている。ムーディは24歳で命を落とした。彼の遺体はついに発見されず、下級航海士で唯一の犠牲者となった。スカーブラのウッドランド墓地には彼の記念碑がある。碑文には、 タイタニック号におけるムーディの行為を聖書の一節をとって人がその友のために自分の命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰にもないと記されている。その他彼の生まれた地やスカーブラの聖マーティン教会などでも検証がなされている。ありがとうございます。